JOEUFM FC 今治応援番組、行こう夢スタ、頑張れ FC 今治。J3 で戦う FC 今治を応援する番組、行こう夢スタ頑張れ FC 今治。この番組は FM 愛媛と FM ラジオバリバリの共同制作でお送りしています。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りします。イオンモール今治新都市からのお知らせです。 FC 今治でお得と題し、当日の試合チケットもしくは2022シーズンパス、またはセーラーズカードのご提示でお得なサービスを実施中。各専門店ではレジにて 5% オフなど特典満載です。ぜひイオンモール今治新都市へ。イオンモール。それでは FC 今治の最新情報を FM ラジオバリバリパーソナリティ7さんと FC 今治スタッフの今井さんが伝えてくれます。FC 今治スタッフの今井です。今井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず夢久で試合がありましたもんね。はい、相手がキラバン北九州さん、夢久で第23節、はい、北九州戦、夢久で試合16時キックオフということでした、はい、さあそんな北九州戦の結果報告、今井さんお願いします。前半1対1、後半1対2、合計スコア2対3で惜敗となりました。どっち3がどっち、北九州、北九州2の方が今治、はい、連勝が4で止まっちゃった感じ。そうですね、11戦ぶりの敗戦っていうんですかね、10戦負けなしだったので、白じゃなくて黒ね、はい、残念ながらここでまあもう一回こう気を引き締めて、うん、次伊予決戦ですから、愛媛 FC との、うん、そうよ、はい、そこにまた、うん、まあ、サポーターさんと一緒になって戦っていくっていう意味でも、はい、はい、切り替えるね、切り替えていきましょう、前僕ね、はい、下向いてはいられません、はい、はい、ということなので通算成績はというと12勝5分けだ、6敗、6敗の勝ち点はだから41、はい、順位が一つ下がって5位ですね、5位に下がってしまいましたということなんですけれども、はい、上が強い、勝ってるね。そうですね、あ、この上位今4チームは全部勝ってましたから、今週離れちゃったかね。そうですね、うん、まあでもまだ上位陣との対決残ってますから、そういうことなんです、はい、まあこのあたりちょっと順位表を見ますと、いわきが51で、今治が41なので、ここで 10空いてしまうんだけど、はい、いやでも、鹿児島が 47, 47で松本47、はい、でその上に、まあ、富山、はい、42になって、今治が41の5位、はい、ということになってます。こういう試合もそりゃありますよ、はい、ただまああの前回から引き続き出てた選手たちもですね、はい、そうだそうだ、やっぱりこう前節の勢いそのままに今回も活躍してくれましたし、復帰してきた選手のやっぱ安定感というところの融合というのも見られたので、まあ次節に向けてさらにそういう連携が深まっていけば有決戦大丈夫じゃないかなと、うん、はい、はい、分かりました。ということで気持ちはもう完全に切り替えて次の試合です、はい、です、ね、え次の試合は伊予決戦、そういうことです、9月10日、はい、土曜日ですね。そうです、時間の方は19時キックオフ、まあ、日曜日がね、まあ、お休みだったりする方も多いのかな、夜遅く今治帰っても大丈夫じゃない、次の日休みだったら、うん、ね、なのでこれも行くしかないよね。もうこれはぜひ現地に行っていただいて、うん、後押ししてください。そうなります、はい、場所は県総合運動公園ニンジニアスタジアムでございます。対戦相手はもちろん FC 今治対愛媛 FC、はい、伊予決戦、はい、前回の伊予決戦はというと6月5日、うん、ホーム夢スタで2対0の完勝です。そうだったんですよね。これも愛媛 FC さんは今いろいろ動画とか上げてますけれども、はい、あの悔しい敗戦から絶対にこう勝ってやるんだと、 FC 今治には今年2連敗できないぞっていうのが伝わってきますので、サポーターさんも多く駆けつけると思いますから、僕らもぜひたくさん行っていただいて負けないように
そうですよね、はい、いいよ決戦です、はい、私娘をねちょっと口説き落としてですね、はい、昼に戸部動物園に行っといて、で夜はニンジニアスタジアムに行こうという今のところ計画です。いい計画だと思います。これ良くない？はい、子供たちを戸部動物園で引き継いでといて、はい、で行った後にもう眠くなったらもう構わないと、まあ、寝てもらってなんとかすると、そうですね、まあまあそのまま流れ込むっていう形のパターンで、スタグルもたくさんありますからね。そうだね、はい、そこで美味しいもの食べてとか、スタグルまた食べて、そうそうそう、でちょっと試合中は眠くなっちゃうかもしれないけど、うん、そこはもうこちらで、でもそんな試合じゃないですか。あ、そうか、眠くなんない、熱い試合ですから、もう、もう目パッチリだと思います。わかりました、はい、そういうこともできちゃうっていう、はい、なんか夜のこう試合ってなんかいいね、いいですね、ちょっとテンション上がるなと思いながら、うん、はい、ワクワクしてます。これ9月の10日、はい、もうすぐやね、もうあっという間ですね、土曜日ですし、はい、ね、皆さんぜひぜひ、こちら駆けつけていただきたいニンジニアスタジアムということで、次の試合の情報でした、はい、で今後のちょっとスケジュール確認したいなと思います、はいはい、その次25節がホームで、はい、首位いわき FC、 いわき FC 9月18日ですね、来ました。でもあれ確かいわきさんとの試合は6節ですが、はい、4月17日は1対0で勝ってますよ ね、 ますからね。これすごいいい試合だったんですよ、アウェーに乗り込んでこんな激しい戦いできるのかっていう。そうよ、はい、そうだから大丈夫です、大丈夫、はい、大丈夫です。あ、でその次が宮崎で、これがまあアウェーになって、ね、その次が鳥取、はい、相模原という風な形、あ、で上位陣との対戦がこれ30節10月23松本山が、はい、その次がアウェイで語れ富山10月30、こういう感じで、はい、ね、続いていきます、続いていきます、はい、わかりました。皆さんスケジュール確認よろしくお願いいたします。はい、はい、さあということでね、今日は悔しい結果になってしまいましたけれども、9月4日の試合の報告をいただきまして、最後に FC 守りの情報をスタッフ今井さんからラジオ聞きのリスナーに向けて一言メッセージお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。今回は悔しい敗戦となってしまいましたが、この悔しさを晴らすためにぜひ伊予決戦ニンジニアスタジアムにお越しいただいて、現地で後押ししていただければというふうに思います。みんなで勝ちましょう、よろしくお願いします。 FC 周りの情報を届けていただきました今井さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。その他 FC 周りに関する最新情報は FC 周りのホームページをご覧ください。 FC 周り応援番組、行こう夢スタ、頑張れ FC 周り。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました。君を呼び覚ませ声